悩み相談。はい、めちゃくちゃ久しぶりに僕の本を購入していただいた方が出てきましたね。情報商材完全バイブル、こちら僕の本なんですけど、ありがとうございます。でこちらね、超特典っていうのがついてるんですけど、こちらの特典申請していただいた方からお悩みいただいておりますので読み上げていきたいと思います。吉田さん、はじめまして。はい、僕は31歳契約社員です。先日 YouTube をサーフィンしていたら、ネットサーフィンではなく YouTube サーフィンですねYouTube サーフィンをしていたら、たまたま吉田さんの L の部屋を拝見し、吸い込まれるように視聴しておりました。ありがとうございます。まあ、L の部屋はですね、毎日朝6時に今放送しております。よろしくお願いします。また、裏メルマガ経由で書籍の出版されることを知り、メルカリで書籍を購入、そして今無料プレゼント登録に至りました。ありがとうございます。吉谷イズムも購入させていただきました。最低100回を聞いて潜在意識にすり込みますということで、はい、商品も購入ありがとうございます。はい、僕は去年6月頃に初めてコンテンツビジネスというものをやってみました。ブレインというプラットフォームを使い、最初の商品は500円で商品を出品、3名の方が購入してくれました。その時の感動は今でも覚えております。当時はツイッターや他の SNS も何もせず、ただプラットフォームに出品しただけだったので、これでちゃんと告知して発信したらもっと売れるんじゃないかと好奇心が湧いてきました。でその後ツイッターでプレゼント企画をやってみたり、商品ローンチまで告知を何度もしてみたり、いろいろやってみました。結果年末の12月までに合計5つの商品をリリース、収益は計10万円ほどでした。素晴らしい素晴らしい、おめでとうございます。はい、ただその後は何を商品にすればよいのか分からなく、そして自分の発信軸もブレブレになってきて、今年の年明けと同時にほぼ発信をやめてしまいました。商品の出品も停止してしまいました。吉田さんの動画の中で確かキャラクタービジネスという言葉があったと思います。自分の中で主義主張だったり、どんなスタンスでどんな悩みを抱えた人にアプローチするのか、自分の提供できる価値は一体何なのか、自分のキャラクターって何なんだ、そういったことがあやふやというかブレてしまい、発信が苦しくなり、かなり迷走してしまいました。転売の教材を買ってみたり、高額教材を買ってみたり、借金が膨らみ、今は週5勤務と週末のバイトで何とか生計を立ててやっております。理想の状態を言えば、よく言われている寝てる間も自分が作り出した資産が勝手に価値を生み出し、収益も発生している状態が理想です。そして現在の目標金額は月収30万です。まあこの後ちょっとね、いろいろこのプライベートのこと書いてあるから、これいいかな。そう、はい、まあ、ということで、まあ、お悩みはやめてしまった理由としてはあれですよね、まあ、そのどういう発信をしていけばいいのかっていう、まあ、それはね最初からね分かんないですよ最初から分かんないんで、でもまあみんな悩みますよね。どういうキャラ設定がいいのかとか、どういうふうにやっていけばいいのかっていう。でこれはね、まあ、僕もよく言うんですけど、まあ、確かにキャラクタービジネスはあります。だからキャラクターを作って、そのキャラクターを認知させる、そのキャラクターを使って CM をかける。例えば古いかな、フナッシーみたいなね。どうすか、フナッシーって10年前以上ですかね。フナッシー流行ったの、もっと前か、すいません古くて。なんかご当地キャラクターみたいなね、そのキャラクターを作って、そのキャラクターを CM かけて、いろんなメディアに露出して、そのキャラクターを認知させて、そのキャラクターを可愛いってさせて売っていくみたいなね。多分フナッシー効果すげえあったような、当時なんかすごいニュースになりましたよね。フナッシーがすごい効果を生み出したみたいなっていう場合もありますけれども、じゃあその最初からフナッシーをデザインしてフナッシーを作れるのかっていうと、凡人一般の人ってまあ難しいっちゃ難しいじゃないですか。だから一番簡単な方法はニーズなんですよね。世の中のニーズ、何に悩んでるのか、何に困ってるのかっていうところに、しっかりそこを中心軸に考えていくってことですね。例えばまあこれもよくあるんですけど、例えば自分の好きなことを仕事にするみたいなね、まあ、すごく理想郷ですよね。すごいいい理想郷だと思います。好きなことを仕事にする、めちゃめちゃいいと思います。できればね、
でもはっきり言って好きなことを仕事にするっていうのは2つの側面があって、まず1つの側面が何かっていうと、自分の好きなことが自分の好きなことやっていることが世の中にニーズがあった場合はその噛み合うのでね、好きなことで生きていけるんですよ。自分の好きなことは他の困ってることを解決できる、もしくは、それを一緒にやってみたいとかね、なんかその共感を得られるとかね、そのリンクするっていうことですよね。例えば好きなことがどうですかね、アリを見ることが好きですっていう好きがあったとする、アリ観察、一日中アリを観察してるのが好きです。これでアリ観察を仕事にして億万長者を目指す、めちゃくちゃ難しいですね。結構茨の道だと思います。どうですか、アリ観察が好きですっていうね、まあもちろんアリ観察が世の中に好きですっていう人を集めて一緒にアリ観察しようっていうみたいなあるかもしれないですけど、結構難しいですよね。だから自分の好きと世の中のニーズがマッチングしてるかしてないかっていうのは結構大事ですね。でもう一つの側面は、その自分のその好きを発信して好きにさせるってことです。だから例えば、女性にアプローチするときね、あんまり最初は自分のこと好きじゃなかったんだけど、あんまり別にそんなに興味ないわみたいな だったんですけどね、そのいっぱいアプローチしてね、なんかこの人いいのかなみたいな、で興味を持ってもらうっていう方法ですね。だからその場合だと、認知させるまでに非常に時間がかかります。まあお金と時間がかかります。まあもちろんね、めちゃくちゃイケメンでね、なんかわかんないですけど、なんかめっちゃなんかあれば一目惚れしてくれる可能性はあるかもしれないですけど、結構時間かかりません？だって自分に好意を抱いてない女性をね、振り向かさせる、一撃で振り向かせる、まあまあ難しいですよ。なんかその金あるんだったら別かもしれないですけどね、あ金ありますよみたいな。なかなかその興味がない女性を一瞬で振り向かさせるのって結構難しいです。だからそれを、興味がないんだけど自分のことを好きになってもらうことですよね。興味と好きはまた違うので、まずは興味を持ってもらって、この人どういう人なんだろうみたいな、でその中で向こうもね、知りたいっていうニーズが出て、興味が出るともっと知りたいというニーズが出てくるじゃないですか。でそのニーズに対してデートとか誘ったりとして関係性を構築して、で好きですみたいな、お互い両思いみたいになったりとかするわけなんですけど、これ時間がかかるんですよね。自分が最初にキャラクターがあります、そのキャラクターを認知させる、興味づけさせる、これ結構時間がかかります。ただもう世の中にニーズがあるんだったら、もうニーズあるんで、だから今なんですかね、今お金に困ってます、お金の稼ぎ方がよくわかりませんっていうニーズあるじゃないですか。どうやったらお金稼げるのみたいなニーズ絶対ありますよね。でそこにニーズに訴求すればいいわけですよね。だその問題悩みに関してはこういう解決方法あるよと。じゃあその解決ニーズに対しての解決方法を提案するときにどういうふうに提案すればいいのかっていうと、すごくシンプルで勉強するだけですね。そのいや吉田さん、僕もわからないんです。だ例えばです、なんですかね、病院あるとするじゃないですか。で病院で患者さんがいます。じゃああなたが先生です。病院の患者がいます、先生です。で患者がね、病院に来るわけですよ。先生と、ちょっとここが痛いんですけどみたいな。で先生がね、僕も最近痛くて、僕も最近そこ痛いんだよねと、どうしようかと、僕も困ってるんだよと、僕も痛くてそこ、最近僕も喉痛くてっていう先生いたら、みたいな。いや先生、これ何の病気ですかみたいな。わかります？でじゃあなんでね、その全く最初は初心者だったわけじゃないですか。先生もね、医者も最初初心者ですよね。生まれた瞬間から医者ですみたいなね、まあ医者の息子とか娘はいたかもしれないですけど、生まれた瞬間赤ちゃんでウェイウェイ言うてるのに、いきなりその知識ってなくないですか。その喉の痛みに対して、喉の痛みが出た時に、腫れてる時に、これはきっとこういう事例、こういう病気だろうっていう、いろんな勉強知識があって、事例とかも勉強してきた上できっとこう、あとはね、その先生の経験値があるんだったら、まあ、その経験値からアドバイスをするわけじゃないですか。でなんで初心者のだった先生がその喉の痛みからどういうふうに治療できるのかっていうと、単純にそれ勉強してきてるだけなんですよ。
僕なんかはね、その先生、その医者になろうと思ってないので、医者の教科書なんか 1ミリも見てないと分かんないですけど、まあ、勉強してる医学部とかもありますよね。どうですか、医学部で何勉強してるのかっていうと、そのこういう病気があって、この病気にどういう治療方法があるのかみたいなのを勉強してるわけじゃないですか。ですよね。うん、だからそれを勉強すればいいんですよ。だからこの悩みに対してはこういう解決方法がある、この悩み、この病気に対してはこういう治療方法がある、この病気に対してはこういう手術のやり方があるとかね、いろんな事例だったり参考書だったりいっぱいあるわけじゃないですか。まあそれは医者の人はそういうふうにやってるし、ネットビジネスも一緒で、まあそのターゲット、お客さんの悩みに対してどういうふうな解決方法があるのかっていう、まずそれを自分が勉強していくってことが大事ですね。でそれを単純に提案していく、発信していくってことですね。うん、だからね、まあぶっちゃけ、まあ裏話というか表で話しちゃうんであれなんですけど、ニーズさえ分かれば参考資料なんかいくらでも探せるんですよ。どうすか、ニーズが分かれば、今あの情報なんか無限にありますので、あ、こういう悩みがあるんだ、じゃあこの悩みの解決方法って何だろうって自分で情報探せば出てくるじゃないですか。まああと最近だとチャット GTP みたいなの出てくるので、チャット GTP で聞いてもちょっと出てくるだろうし、でそれで情報を得て勉強して、その勉強したことをあの解決コンテンツ、フリーコンテンツとして作っていくっていう、これがもう非常にシンプルです。でその中でこうやっていく中でキャラクターを徐々に作っていけばいいんじゃないかなと思います。最初からキャラクターを作って、そのキャラクターを CM かける、そのキャラクターを認知させる、そのキャラクターに興味を持たせるっていうのはすげえ大変です。だけど今この悩みを解決したい、今すぐ客みたいなね、今すぐこの問題を解決したいっていう人に対してこうですよっていう、だからキャラクターとかあんま関係ないですよね。うん、なんですかね、うん、だから今あのちょっとあの車運転しましたと、山の中車運転しましたと、でちょっとやべ腹いてみたい、腹いて山の中ですね、山の中歩いてるとかね、車運転してるとね、腹いてと、あマジかと、あティッシュどこだ、ティッシュ、あもうトイレもないわけですよ、トイレもないでマジか、こうでもノグソしかねえみたいな、ノグソしかねえみたいな、でもティッシュがない、今すぐティッシュが欲しいんですっていう、じゃあその時に、まあ、通りすがりの普通の凡人、なんかその山からね、山からその山狩りしてきた おじいちゃんが降りてきたと、誰も知らない普通のキャラクターも普通のおじいちゃんです。でその普通のおじいちゃんがどうしたのみたいな、いやちょっとちょっと払いたくて、いやティッシュがなくて、あそうではティッシュどうぞみたいな、ありがとうございます、終わりですよね。どうですか、そのおじいちゃん普通です、そのおじいちゃん普通ね、普通の人でもめっちゃ感謝しますよね、ありがとうございますティッシュ、今このティッシュめちゃめちゃ価値ありますっていう、ね、でノグソするっていう、ね、どうすか、そのティッシュがなかったら葉っぱで拭かなかった、葉っぱで拭く必要性があったんですよ、でもそのおじいちゃんからもらったティッシュのおかげでね拭けたんです。こっちの方が簡単なんですよ。だけど結構その発信する人って、これから発信しようとする人って、自分がなんですよ、自分がどうのこうのっていうね、うん、なんかね、確かにね、お店やるときとかもね、カフェ店やりたいなとかね、なんすかね、ラーメン屋やりたいなとかね、自分がこういうのやりたいみたいな、まあ先行しちゃう場合あるんですけど、ぶっちゃけそのマーケティングな観点で、マーケティング的な部分で言うならば、一番大事なのって、自分がやりたいとか、自分がこういうキャラクターとかではなく、本当に世の中にどういう悩みに思っててニーズがあるのかっていう、そこを知ることなんですよ。大事なのは。自分じゃないですよ。だって自分が商品買いますか？ちょっとすいません、猫がちょっと鳴き始めましたね。はい、ちょっとうるさいね。ごめんね。はい。いやー。にゃにゃにゃ。最近ね、拾ってきたんですよ。こいつのニーズはどこにあるんでしょう？飯ですかね。飯。こいつのニーズは飯にあるかもしれないです。今、飯が欲しいって言ってるかもしれないですね。それがうるせえみたいなね。なんで、まあ、ぶっちゃけこの猫もね、この猫のニーズからすると誰でもよかったわけですよ。ぶっちゃけ言うと誰でもいいわけです。飯食わしてくれる人だったら。最近ねすげえ寄ってくるんですよ。めちゃくちゃ寄ってくるんですけど、多分飯あげてるからニーズを満たしてあげてるから
どうすか。だ例えば、まあ、これもちょっとひどい話になっちゃうかもしれないですけど、あの、まあ、もし猫を拾ったとしてもですよ、それをな虐待したりとかね、バンバンやってたら近寄ってこないですよ多分。こいつは敵だってなるじゃないですか。 しかも腹減ってるのに食事も与えない、ぶん殴る、まあ、世の中にそういう人も虐待をする人もいらっしゃるかもしれないですけど、どうですか。それで子猫寄ってくることはないですよ。猫寄ってくることないですよ。ニーズを満たすから寄ってくるんですよ、単純で。どうですか。ニーズ満たしてないのに寄ってこないですよ。あ、この人は僕に餌をくれる人なんだみたいなね。ありがとうございます、にゃー、ね、餌くれみたいな話ですよね。そう、でもこの人が俺を傷つける人だ、殴る人だっていう認識をしたら多分近寄ってこないですよ、うん、人間怖いみたいな。そもそもこの人じゃなくて人間そのもの怖いみたいなね。まあペットとかその、まあ、僕もねいろいろ動画見るんですけどね、そう、虐待されてるペットさんとかね、もう人間怖いみたいな、犬とかね、ワーンとかワーンとか超攻撃的なんですよ。それは今まで人間にいろいろやられてきたからね。全然ニーズ満たされてないです。うん、まあ、あとこの子のニーズとするならば、そう、昨日の夜ですね、一緒に寝たんです。もうちょっとうるさくてね、一人でこうやってニャーニャーってやってるんですよ。まあ多分ね、道路にこう一人でいたんで寂しかったのもあるんでしょうね。寂しいというニーズでございます。ニャーニャー、こう、まあ一応今段ボールに入れてるんですけど、一応お部屋があるんですけどね、一人でこうやってニャーって鳴くわけですよ。ただ寂しいんでしょうね。でそのニャーって鳴いて、じゃあ段ボールのその今隅っかからこう出すと、こうやって寄ってくるんですよ。だから多分今までその親とはぐれてね、寂しかったんですよ。一人でポツンと、まあ、道路の真ん中にいたんですけど、寂しいというニーズですよね。だからなんかその泣いてるんだけど、僕のこのなんだろうな、膝とかね、あと昨日は一緒に寝ましたけど、こうやるとね、まあ、すぐ落ち着きますね。そう、あの、寂しいというニーズでございます。寂しいというニーズを満たすと、あの、まあ、この子は癒されるんでしょうね。だから本当そういうことなんで、うん、だから結構やっぱね、これいいお悩みだとは思いますよ。やっぱ自分がこう発信していくってなると、どうしても自分になっちゃう部分はあります。自分はこうしていかないといけない、こういうふうにやった方がいいんじゃないかなとか、こうした方がいいんじゃないかなとか、じゃなくて、そもそも論ですね。自分が自分の商品を買いませんって話です。極論ってか事実。いや、吉田さん、あの、売り上げを誇張させるために、ランキング入るために自分で CD 買ってますみたいなね、分かんないですけど。まあまあまあね、まあ、中にはそういうのもあるのかも分かんないですけどね、そのランキングを上位にさせるために自分で自分の商品を買うみたいなものもあるでしょうね、世の中では。そういう事例もね。だから基本的には世の中のニーズを満たしていくっていう、探していくってことですね。だからこれね、武井壮さんが昔ね、お金の授業みたいな話をしててね、すごくいい番組、これも YouTube であるんですけど、めちゃめちゃいい話をしてて、武井壮さんって十種競技で金メダル取って、すごい記録を持ってる人なんですよ。でも十種競技ね、いくら有名になっても優勝してもね、まあ、十種競技で来る観客埋められないと、何万人十種競技来ないと。だからどんだけ有名になっても、自分は十種競技好きだからね、十種競技好きだし極めてきた、優勝もした、記録も出した、だけど世の中にその十種競技のニーズがないからね、どれだけ頑張ってもこのパイがあると。だからやっぱ世の中のね、野球とかサッカー、まあ、そこにやっぱニーズ、そっちの方が強いわけじゃないですか。だからどれだけ自分が好きって頑張ったとしても、それがじゃあお金に変わるのか、その広さですよね、広さっていうのはあるのかっていうと、ないよねって話なんですよ。単純にスポーツだったら、金持ちに、スポーツで金持ちになりたいんだったら、もう野球かサッカーですよっていうね。メジャーリーグの大谷翔平の年俸いくらやねんと、大谷翔平の年俸いくらやねんと、二刀流ですと。でもね、他のスポーツ、例えばテコンドーでめちゃめちゃ世界10連覇してもね、大谷翔平の収入は得られないですよ。すみません、大谷翔平の収入は得られないです。うん、
で、そうそう、僕昔卓球やってたんですけど、卓球は少し昔に比べるとちょっとだけメジャーになりましたけど、その東京オリンピックでダブルス金か、ダブルス金取った水谷選手っていうのがねいるんですよ。元青森山田高校でね、実は僕の後輩っちゃ後輩かもしれないですけど、僕青森山田高校1年いたんですけど、でその水谷選手はね、なんかの番組でね、1億円持ってますみたいな、1億円持ってるんだみたいな、でも1億なんですよでも1億です。あんだけちっちゃい頃からずっと頑張って、オリンピックでも、前人未到のね、卓球でその金メダル取るなんてもう超なかったんですよ、そんなのはね。でそんな記録も出して、もう史上でもう何十年ぶりだっていう話なんですよね。でそれでも1億です。大谷翔平1年で 何億稼いでるんですかみたいな1年ですよ、大谷翔平1年でいくらの年俸やねんって話で、まあ勝てないですよね。やっぱその規模感あるので、で僕がそのお金系をずっとやってる理由としては、お金に対する悩みっていうのはまあ絶対なくならないし、この先もずっとなくならないんで、お金の悩みっていうね。だからまあコンテンツビジネスっていろんなジャンルいけます、何のジャンルでもいけるんですけど、僕はそのニーズがなくならないものってことでお金の悩みに対して解決する。じゃあ何をやったら稼げますかっていうニーズがいっぱいあるわけじゃないですか。いっぱい稼ぎ方あります。まあお金悩んでる人もいます。じゃあ何やったらいいですか。あ、コンテンツビジネスっていうのがありますよっていう話ですよね。情報ビジネスっていうのがありますよと。で資金もいらないですよと。だってこれね、10万円ぐらいを売り上げ作ったっていうことですけど、10万円の売り上げを作るためにこういうねマイクとか作りました。原価かかりました。マイクこういう作るの、これマイクですけど、これ作るのに原価かかりますよって話ですよ。ね、もうほぼ純利じゃないですか。うん、いいっすよね。そう、あとはまあやるだけなんですけど、ただその何をやるかっていう、その発信していくときにどういうふうにやっていくのかっていうのは、本当に市場のニーズをしっかりリサーチして、そこに対して供給する、そこに対して知識がないんであるならば、解決方法、知識がないんだったら勉強すればいいだけなんですよ。僕もね、マーケティングの本もすげえ読みましたからね。マーケティングの本とか、その、まあ、いろんな本読んできました。もう千冊何千冊読んできましたよ。もちろんマインドの話もね、本も読んできたし、マーケティング、そういうテクニカル的なのも全部読んで、いろいろ読んできました。だから医者は医者になる人も相当本とかいろいろ、なんかね、学会の研究レポートとかも読んでると思うんですけど、医者に目指す人ってね。で僕たち読んでないじゃないですか。どうですか、学会が出してるレポート読んでます？医者目指してないのに読む人はあんまりいないですよね。でも医者目指してる人は読んでますよ。最新のその治療事例とかね。それはね、勉強すればいいだけなんで。で、勉強したことを、その勉強すれば、勉強してない人より情報格差が出るわけですよ。申し上げますね。勉強する知識が出ると、勉強してない人より情報格差が出ます。で、この情報格差に価値があるんですよ。情報格差に価値があります。本当に。そう、だからそれをやればいいんですよ。だから僕がそのなんだろうな、商品を売ってる人も僕より知らない人に売ってるだけですからね。僕より知識がある人、僕より、経験がある人には僕商品売れないですもん。僕より知識がない人がお客さんですから。だって上を見れば僕より稼いでる人もいるし、僕より経験ある人もいるんですよ。まあ僕結構18年ぐらいやってるんで結構フル株ですけど、フル株だけどね、僕よりもっとすごい人はいますからね、世の中探せば。だから上には上がいるし、その上にはまた上がいるし、キリがないです。だから上見るより、そのここのマーケットを見ろって話です、ね、だからまあこれは僕の塾でも教えてますけど、その初心者、今からこう始めていく初心者の人をターゲットにして、しっかり商品を提供か、情報を提供していくってことですね。英会話とかもそうじゃないですか。英語ペラペラの人に商品売りづらくないですか、そもそものとして。英会話ってなんで売れるんですかと。これから英語を勉強してみよう、これから英語をネイティブで話したいっていう人がお客さんになるわけですよね。習字の教室とかどうですか。めちゃくちゃ習字なんか何段持ってる人が習字教室行きます。習字の何段持ってる人が習字教室行きます。行かないですよね。これから習字を習ってみようって人が行くわけですよ。
だからそのこれからっていう人に対して自分がちゃんと勉強したことをアウトプットしてしっかりと提供していくってことですね。まあ、単純にね、僕もね、いろいろこうお客さん見てきましたけど、やっぱりその全体的というか、まあ共通して言えるのがやっぱね、すみません、勉強あんましてないっていう僕も勉強嫌いだったんでね、今勉強嫌いだった僕が勉強しろっていうのもなんなんですけど、まあ、正直稼げてない人の共通ポイントの一つとしては、まあ、そもそも知識がないってことですね。知識がないけど稼ぎたいっていうね、ちょっとわがままボディですね。わがままボディってやつですわがまま脳ですね。わがままマインドですね。勉強はしたくないけど楽して稼ぎたいっていうなんかその何だ、年収めちゃめちゃ取りたいけどね、医者になって年収めちゃめちゃ取りたいけど、その医学部とかそういう勉強するの嫌だっていうね、なかなか難しいですね、それは。すいません、勉強もせず医者になるっていうのは結構難しくないですか。そうだから、なんか世の中にはね、ゴッドハンドみたいなね、ゴッドハンドでこう手術できる人もいるじゃないですか。じゃあその人たちもどれだけビデオを見てきたんだと、多分めちゃくちゃビデオを見てると思いますよ。海外のその手術してる人の外科手術のビデオとかめちゃめちゃ見てると思います。どうやってこう縫ってんのかとか、どういうふうに針入れて、どういうふうに切開してんのかっていう、めちゃくちゃ見てるはずです。そのゴッドハンドになった人たちもね、だって最初からゴッドハンドじゃないので、そうやり方わかんないからね、多分めちゃめちゃ海外の事例のビデオとかめっちゃ見てたはずですよ。まあ、僕はすみません、医者じゃないんでわかんないですけど、でもまあ僕はもう言い切ります、間違いないと。やり方わかんないのできないじゃないですか、そもそも。だからみんな勉強してるんですよ、単純に、すごくシンプルで。そうなんで、まあこれからまあいろいろと勉強していただければいいかなと思います。はい、ということで、いただいた悩みについて回答させていただきました。ありがとうございます。